じゃあブラシの練習ですね。これまあ普通にこれスネアをイメージしてもここ削ったんですけど、こうスルスルなんです。これ僕あの指輪でこうベコベコになっちゃったんですけど、これ音ほとんど出ないですね。これ出ますよね。だからここ結構ヤスリでうまく削ってこれ作りました。でまあハイハットが24なのでブラシを普通にで、ワンヒットの練習をしていけば、ブラシで全然できます。なので、ワンヒット、一裏、次に寄って、二裏、ワン、ツー、スリー。ほんで、三はワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー。これなんかファンクで。ドラムセットでできることを、要は足の2つ打ちがなかなかできないんですね。これがなんかこう方法を知ってる人がいればぜひ教えていただきたいんですが、でシンバルがあればだから、ドラムセットみたいにシンバルでガーって盛り上げるっていうのができないので、ハイハットを入れる入れないをかなり、気をつけなきゃいけないかな。だから、昨日の演奏とかもテーマの部分は手だけにしといて入ってくると盛り上がる。まああとは、まあ、音の圧力、擦る量を増やすとか、まあフレーズを使っていくっていう感じで、盛り上げていけば、結構山もできるし、まああの全曲カホンって結構きついんですけど、まあ、でも全曲やったりしますね。まあ、もう本当にあの出入りをうまくやらないと、出たり入ったりしないと、もうずっとブラシだけでやってるとずっと単調になるので、ドラムがいなくなったりとか、跳ねたリズムってどうしてもこう間が埋まらないので、だからシンバルをこれ入れてしまうと、本当にドラムセット、簡易ドラムセットになってしまうじゃないですか。なんかそれが僕は嫌で、カホンだからカホン主体でやりたいみたいなところがやっぱあって、なんかやってみたかったなって感じですね。まあこういう感じでやるとジャズもハイハットが結構ポイントなので、このハイハットのタンバリンっていうのはすごい大事だと思います。だから僕はあのダブルするためにわざとこうバスドラのこれ使うじゃないですか。あれをわざとやらないようにしてるんですね。だってあれ持っていくと大変じゃないですか。カホンって手軽だからいいって僕は思ってるんで、手軽でこれでなんとかするなんとかこれでやるみたいな、これでやり、あとはちょっと盛り上がる時のために、ウィンドチャイムも買ってあって、スプラッシュシンバルとウィンドチャイムをこうちょっとこれぐらいのスタンダーにつけて演奏したりとかしてますね。ということで、意外とこのドラムセットも十分、カホンだけでも十分ジャズの演奏ができますので、こうやってブラシの1ヒット2ヒットを練習していただければ、全然できると思います。というわけで、今日は以上になります。ありがとうございました。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日の動画があなたにとって面白いなとかためになったなと思われる方はいいねボタンを押してください。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。私のメールマガジンがありますので、詳細の欄から URL がありますから、そちらで紹介ページの方でぜひ
メールマガジンのご検討ください。毎日僕からメールが届きます。ジャズドラムのこととかジャズの歴史のこととか心理学のことについて毎日動画とその解説をお送りしますのでよろしくお願いします。3大特典もついておりますのでぜひご検討ください。それでは今日は最後までご視聴ありがとうございました。黒田和義チャンネルでした。